はい、こんにちは、レトスノーノです。8月28日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。今日の成果は過去の努力の結果であり、未来はこれからの努力で決まる。これは京セラの創業者である稲盛和夫さんの言葉です。今現状、模試なので点数が取れないのはこれまでの勉強の仕方が悪いか、もしくは勉強量が少ないか、どちらか一方、もしくは両方ともです。でも試験は1ヶ月半後、未来にあるわけですね。なのでこれからの努力で結果は変わってきます。実際弊社の個別指導の受講者様でも、この時期に模試での点数が20点台であったとしても、しっかり勉強をしていくことによってどんどん点数が上がって合格まで持っていく方は数知れずいます。最後まで諦めずに頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。 A が B の C に対する債権を差し押さえた後、 C が B に対して同種の債権を取得した場合、 C は A に対して総債を主張できる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、×ですね。差し押さえ後に反対債権を取得した場合、反対債権を取得したものは差し押さえ権者に総債を主張することができません。したがって C は総債を主張することができるという記述は誤りなんですね。債権者 A がいて、債権者 A が B が有する債権を差し押さえましたと。で、差し押さえた後に C さんが B に対する反対債権を取得したということなんですね。その場合 C さんとしてはこの債権を総債して消滅させたいと思うんですけども、この債権も先に A さんに差し押さえられてしまっているので総債もできませんよという話です。で、この問題なんですけども、問題文を理解するってことがすごく重要なんですね。この問題文です。ルールよりも問題文の理解が最優先、もうずっとこれは前から言ってますよね。問題文の理解が一番重要だということをお伝えしていると思います。なので、個別指導では、この問題文の理解について、合わせて解説しておりますので、個別指導の受講者さんは、受講者専用のメールマガから問題文どうやって理解するのか、こちらをご確認いただければと思います。で、問2ですね。宅建業者 A が B を代理して、B の所有するマンション30戸を不特定多数のものに反復継続して分譲する場合、B は免許を受ける必要はない、丸か×かという問題です。で、これ答えは×ですね。B は売り主です。で、A が代理人ですね。で、B さんが A さんに代理として販売を任せたんですね。任せたとしても B さんは免許を受ける必要があります。B はマンション、つまり建物ですよね。これを不特定多数のものに分譲、これ売却してるんですね。したがって宅建の免許が必要だと、宅建業の免許が必要です。これ今回の問題、結果として売り主 B さんも代理人 A、 宅建業者 A も免許が必要になるんですけども、この問題は勘違いしている人が非常に多いんですね。で、その原因っていうのは民法を理解してないからなんですよ。民法と今回の問題っていうのは実はつながってるんですね。今回宅建業法の問題ですけども、民法もつながってるんですね。こういった部分できちんと得点できるか、それとも失点してしまうのかで、やはり合否が決まってしまいます。なので、こういった合否の分かれ目となるような問題は、しっかり得点できるようにしておきましょう。で、問3ですね。農業者が自己所有の市街化区域外の農地に、自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条1項の許可を受ける必要はない、丸か×かという問題です。答えは、4条許可が必要なので、×ですね。自己所有の農地を農地外に、転用する場合、農地法4条の許可を受ける必要があります。自宅建設が目的であったとしても、これ例外ではないんですね。で、あれ？これ許可不要じゃないの？例外じゃないの？って思った方は、もうこれ引っ掛け問題に引っかかってるんですね。で、個別指導では、本問と何と引っ掛けているのか、まあ、その点まで解説しております。きっちり対比して頭に入れていただければ、これは全然難しい問題ではありませんので、ちゃんと対比して覚えることが重要です。そして、今販売している予想模試は、実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、
こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試についてはこの動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。